本当に、ね、前回ああいう形でシルエットの挑発があったので、やっぱりここ日本ではそのルチャとかそういう日本スタイルとか関係なく、とにかくシルエットにはここで勝とうと、絶対勝たないといけないなと思ってたんで、最後自分のスーパーナで決められて、日本でナンバーワンは自分だっていうのを、ここで、はい、示せたんじゃないかなというか、はい、思います。これでセウスとシルエタと一勝一敗になりましたけれども、今後はそうですね、レイナの方が、どういう資格をこう組んでくるかわからないんですけど、まだセウスが借りがあるので、そこの対決をしっかり済ませたいと自分では思ってます、どんな人が対戦してくるというのは、しっかりルチャをここで習得したつもりですし、まだまだのところもあると思うんですけども、まあ、メキシコ人には、こういう日本人もいるぞっていうのをしっかり見せてやりたいと思います。